色欲続きやっていきましょう。はい、夜祭り全部終わりましたので後半パートいきましょう。はい、花火会場に移動するとゲーム後半が進行します。やり残したことはありませんか。いきます。あ、ゆりさん、お酒が売ってるよ。ほんとだ。ちょっと飲んでみようよ。ねえ、出る？いや、俺は飲めないし、もうすぐ花火が始まるから。テルはね、未成年だもんね。っていうか、ニナも飲めないんじゃ。ん？あれ、ニナって何歳なんだ？ニナは吸血鬼だからね、もしかしたら最年長の可能性もあるよね。子供っぽいと思っていたけど、吸血鬼だとしたら、俺たちよりずっと年上なんじゃ。そうだね、絶対年上だね。あ、いっちゃった。お酒くださーい。ちょ、花火始まるって。ねえ、お兄ちゃん。どうした、ルナ。みんなで先に花火会場に行ってて。え、どうしたんだ？うん、ちょっと。出る？お金払って。自分で払え。は？俺が払うの？じゃあ、すぐに戻るからね。え、ルナ？ああ、もうみんなバラバラよ。トイレかな。でも、迷子になったらまずいし。ついていった方がいいじゃないか。そうだね、こんだけ人混みあるからね。二人ともちょっとルナの様子が心配だから迎えに行ってくるよ。おいなんかすでにやばい空気が。え、これもう酔っ払ってんの？これもう赤っ、酔うの早すぎる。早すぎだね。エル、どこに行くのかな？この先には行かさないよ。立ち悪そう。いや、だから、ルナを迎えに行かないと。出る？何？私は憎いのよ。あなたが、なんで？泣いてないこれ、ゆりさん。ルナちゃんばっかり可愛がって。あなたも私を置いてどこかに行っちゃうのねえ。私は血を飲めば酔いは覚めるにょーにょーってなんだ。てる、血を残すんだにゃくそ、たちの悪い酔い方をしやがって。二人ともルナを迎えに行ってくるんで、先に花火会場に行っててください。そうは避けるか。ちょっと噛んじゃった。ディフェンス、ディフェンス。スラダン邪魔するな。わわわ。くあちょっとユリさん久々だな、これ。今だニーナ、ちょっと可愛いし。え、どうなった？え？ここはどこなの？花火会場だよ。出る？え、私はどうしてこんなところに？二人とも酔いすぎてシャレにならなかったんで、ここに運んだんですよ。出る、ご苦労様です、本当に。ニナは酔いつぶれていて、まだ起きません。そうだったの。ユリさん、俺はルナを迎えに行ってきます。え、ルナちゃんはどこに行ったの？それを確認しようとしたら、あなたたちが邪魔したんでしょうが。ほんと大迷惑だよ、ほんとこの二人。そうごめんなさいね、テル。
そう思うならもうお酒は飲まないでくださいね。わかったわ。でもただ待ってるだけじゃつまらないから、ま、やっぱり飲むかもしれないわ。まだ飲む気なのか。もう飲まないで。じゃあここにいてくださいよ。ルナと合流したらすぐ戻ってきますから。うん、みんなで一緒に花火を見ようね。約束よ、テル。いってらっしゃい。寝てろ。ニーナはほんと酒弱いんだな。これを結びに行かなきゃ。やっぱりおみくじ気になってたんだね。どんだけ悪いの引いたんだ。大凶か。まさか大凶だったなんて言えないもんね。でもお兄ちゃんも凶だったし、ついてないな。夢見兄弟ついてないね。早く戻らなきゃ。あ、キツネビ。あれ？なんだろう、あれ。うわ、こっちへおいで。わあ、やばいんじゃないか、これ。え？あー、ルナ、やばい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 。わあ、やばい、夢の中入っちゃう。はい、どこ行こうか。わあ、おみくじ売り場行かなきゃ。ルナはどこに行ったんだ。赤い糸をたどっていけばどこに行ったかわかるぞ。こっちはおみくじ売り場か。あ、ジェイソンさん。え、なんだろう、監視してんのかな。ここにもいない。どこだ、どこにいるんだ。こっちに歩いて行ったのか。やばいな、完全に入っていっちゃったな、これは。ここはあの狐火が入っていった神社じゃないか。まさか夢の中に。ルナ、聞こえるか。ルナ、赤い糸は伸びてるのに赤い糸電話は通じない。ルナに何かあったんだ。テル？え？わあ、来たー。久しぶりですね、テル。あれ、ジェイソンさん、こんな喋り方でいいんだっけ。ちょっと忘れてんな。あ、ジェイソンさん？どうしてこんなところに。私もたまたまこのお祭りに来ていたのですよ。そしたらあなたを見かけました。たまたまなのかな、絶対嘘だよね。謎の女ジェイソン、彼女は誰かに狙われる寄生命を手に入れるために俺たちを利用した。そして彼女が残した色欲という言葉を皮切りに、俺の周りで起きていた謎が表立ってきたんだ。俺たちは色欲の謎を追ってる最中だった。でもまさかジェイソンさんの方から現れるなんて。また会えてよかったです。テルはどうしてこんなところにいるのですか。いつも一緒にいるルナはどうしたんですか。ルナはこの神社の中にいるようなんです。ここに？どうして？お祭りの最中ここで狐火を見かけたんです。あれは俺やルナのように霊力がある人間を誘っていたのかも。もしかしたらルナは見入られてこの神社の夢に入ってしまったのかもしれない。俺も危うく引きずり込む、めっちゃ噛みます。引きずり込まれるところでしたから。
神隠しですね。デル、私も手伝いますよ。一緒にルナを助けに行きましょう。マジか。この人、よくそんなことが言えるな。俺たちが疑っていることを知らないのか？でも、これはチャンスだ。うまくリードすれば、色欲の情報を聞き出せるぞ。それに、ルナを助けに行かないと。そうだな、最優先はルナだぞ。わかりました。一緒に行きましょう。仲間に電話するので、待っててください。OK ですよ。なんでこの画面にした？ディーフェンス、ディーフェンスって。ニナとユリさんは酔っ払っていたな。今回は戦力にはならないだろう。キラ先輩とチェリーさんはこの会場の近くにいるはずだ。いやー、ちょっと今、だいぶ取り込んでると思うよ。助けてもらおう。繋がらない。こんな時に。病院行ってんじゃないかな。繋がらないのですか？どうしたんでしょうね。ジェイソンさん、どうして助けてくれるんですか？どうしてって？もしかして私を疑っていましたか？はい、めっちゃ疑ってます。おう、なるほど。確かに私は自分の目的のためにあなたの夢見の力を利用し、本物の寄生面を夢から持ち帰りました。でもそれでは済まないと思ったから、ドリームスへ報告に行ったのですよ。少しでもあなたに信用してもらうために。なんか嘘くさいんだよな。安心してください。私には誰かになり変わるくらいしか能力がありません。テルと二人きりなら騙しようがありませんよ。わかりました。ですが、また後から騙してましたっていうのはやめてくださいよ。本当に何も企んでないのかな。ジェイソンさんと二人きりで夢に入るのか。ちょっとエロいな。キラ先輩にメッセージを打っておこう。それじゃあドリームリンクで夢の入り口を開きます。ヘイ、準備は OK ですか？準備 OK、 先に進む。ニナたちが心配だ。イベント、おお、イベント見なければ。あ、そうだ、ニナとユリさんはお酒を飲んで待っているはずだ。誰かがついていないと、あの酔っ払い二人が何をするかわからないぞ。そうだな、だいぶ危ないな。え、誰これ。お困りのようですね。え、誰だろう。誰だ。はい、この、シングジ、お前は、ニーナの行くところ、ジングジあり。星野ニーナファンクラブ会員番号2番のジングジタケルです。ジングジまた出てくると思わなかったな。ちょっと嬉しいな。お前は、ニーナの泥太の、誰やねん。ジェストさん知らんもんな。テルさん、ニーナに伝言があるなら自分がお伝えしますよ。いいのか。なんでそもそもここにおるんや。はい、自分のようなものがお役に立てるならばぜひ。助かるぜ。マブダチかな。それじゃあ、君が夢見てるになって、君が夢見てるになって、ニナたちと一緒に花火を見てくれ。ちょっと待って、どういうこと？何言ってんの、この人。テル？はい？あ、ここでこのカツラ出てくんのか。さあ、このカツラをかぶって。はっ！
無理がある無理がある。ちょっとお待ちを。どうした？自分がテルさんにいる必要はどこに？そうだよね、ただ伝えに行けばいいんだよね、本当は。タケルって何歳？あ、自分ですか？18歳です。わっけえな。社会人じゃないんだね。俺と同い年だったのか。じゃあなおさら大丈夫じゃないか、男だし。アバウトすぎないか、当てる。いくらなんでもちょっと無理がありすぎるよ。そう言われましてもですね。だってニナと一緒に花火見たいでしょ。見たいです。じゃあ俺になって二人の元へ行ってくれ。笑顔笑顔。俺になって会いに行けば一緒に花火が見られるぜ。ずるいなテル。なるほど、わかりました。はい、ちょっと。頼んだぜ、タケル。超マブダチじゃん。終わりましたか？では行きましょう。ドリームリンク。あれ、ドリームリンクの時ってこんな掛け声してたっけ？わあ、赤いな。行きましょう。テルたち遅いね。どこまで行ったのかしらね。目が座ってるもんな、ゆりさんは。ほんと、おーい、もう待たせ。来た来た来た。あー、テルが来たよ。あ夢見てるです。お待たせ、二人とも。やべえな。雨が。やばいぞ。やばいやばいやばい。神宮寺がやられる。やばいやばいやばい。あ、救急車。やられたな。はい、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。まさかちょっと神宮寺出てくるとは思わなかったわ。一回だけのキャラだと思ってたからさ。いや、嬉しいですね。で、ジェイソンさんもね、出てきましたね。なんか企んでんだろうな。絶対ね、偶然に会ったとは思えないもんね。でね、ルナもちょっと危険が迫っているし、早く助けないとね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。次回へ続きます。